今年県内で取れた干し椎茸の品質を競う品評会で入賞した生産者たちに、今日褒章が授与されました。干し椎茸の品評会は、生産技術の向上を目指して毎年行われています。今年は5つの部門に、県内各地から合わせて133点が出品されていて、今日は入賞した延べ39人の生産者たちに褒章が贈られました。審査は傘の形や重さなどを基準に行われ、最優秀賞を受賞した山田町の羽賀典子さんが作った天白どんこと香粉は、傘の割れ目の白さや大きさが揃っている点が評価されました。冬場ハウスももう寒くて、今年はちょっとダメかなと思ってましたけども、今日このような結果をいただいて本当にも嬉しい限りです。入賞した干し椎茸は今月30日に開かれる全国品評会に出品されます。